東海発電所は、日本原子力発電株式会社が運営していた、日本初の商業用国園炉かつ商業用原子力発電所。炉型は、英国製の国園原則炭酸ガス、冷却型原子炉で、これに耐震強度の増強など、日本独自の改良を加えたものである。1998年3月31日に、運転を終了し、 原子炉解体プロジェクトが進められている。国内では商業用原子炉解体の実績がなく、同プロジェクトは日本初の商業用原子炉解体である。1960年代、高度経済成長とともに日本の電力需要が高まり、エネルギーの活路を原子力発電に求めた。軽水路の導入も検討されたが、 当時まだ実績が十分ではなかったため、世界初の商用発電炉である、英国製の黒塩原則ガス冷却炉、を、ゼネラルエレクトリックカンパニーから輸入することになった。しかし、英国設計の炉心では、日本の地震に対する十分な耐震強度が得られない、ため、設計に改良を加える必要があった。炉心を構成しているのは、 およそ1600トンにも及ぶ黒煙ブロックで、英国製の黒煙ブロックの断面は、静止角形だった。そこで、関東大震災の3倍の震度に耐えられるように、黒煙ブロックの断面を、正六角形に改め、さらに凹凸で噛み合わせることにより、耐震強度を向上させた。これには、英国側の機密が多く、 日本人の技術者らが、東海発電所の原子炉理論を手に入れるまでには、大変な苦労があった。その後、1960年1月に着工し、1965年5月4日に、初めて臨海に到達。日本初の商業用原子炉となった。その後27年間の営業運転を経て、1998年3月31日に、営業運転を停止し、 廃炉となった。設計寿命を残しての廃炉は、国煙炉特有の効率の悪さや発電力の小ささが理由である。隣に立つ100万キロワット級発電炉である、東海第二発電所と、ほぼ同大の敷地を使いながら、この東海発電所の出力は16万キロワットでしかない。現在、日本初の商業用原子炉解体に向けたプロジェクトが、 進行するなど、その計画から現在にわたって、日本の原子力発電の先駆けとして、データを蓄積している。廃止措置工程表日本原子力発電では、以下のスケジュールで解体を進めており、令和2年度に解体、撤去の23年間の工程を終了させる予定になっている。詳細は、右のガントチャートを参照。 当初は2014年開始予定であったが、解体撤去物等搬出装置の導入の準備に時間を要しているため5年延長された。ありがとうございます。